失礼いたします。ん、何？ん、覚えておいてしょうか。ちょっと待って、以前学校を案内していただいた。大丈夫、絶対見つかるんだよ彼女たちに。はい、皆さんこんにちは、頑張ってレベル上げとエリザベスのペルソナ作成依頼をこなしてきた達也です。ごきげんよう。で、今ね、依頼を受けていただけますか。もうこれで多分最後かな。ペルソナ作成課題10とマサカドということで、まあ、マサカド公をね作ったらもうあとはクリアですね。で、クエストをいろいろやったので、あなたの部屋に出かけたいという、ご一行いただけると幸いです。実質に招くイベントが出ました。これは今日やってみたいですね。じゃあ最上階まで来たのね。最上階とか行けるところだね。うん。一期経過観察報告書と、適正開発の予後不良による被験者の消耗及び劣化が顕著であったが、定期的な投薬試験が功を奏し、現在は安定状態を維持している。体への負担はあるものの、研究に支障をきたすことはない。また、かねてより進めていたテウル、これテウルギアかな、テウルギアの話てか投与とかいろいろ出てたから、人体実験だよね。タカヤとかね、ジンとか。皆さんとなら大丈夫だって思えるんです。まあいいこと言ってる。私も同じ気持ちだよ。めちゃくちゃいいこと言ってる。うん、タカヤとかジンが受けた苦しみみたいなやつがこの報告書で分かったりすんのかな。ということでこれ持ってきましたと。うん。こちらはこれまでに回収いただいた計画文書とはいささか趣が異なるようでございます。何かの実験の報告書のようですが、途中で途切れてしまっていますね。私には判然としませんが、あなたであれば読み取れることがあるのではないでしょうか。そうだなぁ、15万。あ、それだけ？また2が出てきたりとかしないの？ほー、これはポータブルではなかった要素だよね。またどこかで聞けるのかな。それでは、ということで引き上げてきましたと。今日は大晦日直前ぐらいまで行けそうだな。あ、もうそっか、学校ないのか。今日から冬休みが始まる。昼間、昼と夜何しよう。おうおうおう、純平くん、珍しい組み合わせ。もう後ろもうゾンビばっかじゃん。影人間の方が多くない？まともな人より。おう、ふうかちゃん、スケッチブック持ってる。何してるの？こんなところで。ここは純平と千鳥の思い出の場所だもんな。まあちょっとな。最近よく来ちまうんだよ、ここ。そのスケッチブック、もしかして。ん？ああ、千鳥と初めて会ったのここなんだ。うわぁ、風花はなんでここに？家に帰ってたの。最近ちょくちょく通ってるんだ。そっか。なんかさ、風花は変わったよな。うん、いやでも純平も変わったよね。初めて寮に来た時と全然ちげえや。そうかな。前は正直ただ気が弱いって風だったけど、今は違ってるよ。うまく言えないけどさ。純平くんも変わったよ。うん、とっても。ゆかりっちにも言われたけどさ、それ。でも俺全然自覚ねえや。この前だってやれ怖えとかあいつに当たり散らしたりとか。いや、まあ何度も言うけど、あれは普通に至極当然の反応だと思うよ。みっともねえとこ見せたろ。そんなことない。そんなことない。うん。でもマジ怖かったんだよ。冷静でもいられなかったしよ。うん。てか今だってやっぱ怖えな。
情けねえ話だけど、こいつばっかりは怖えよ。怖いと思うのは逃げてないからだよ。誰だって同じ。恥ずかしいことじゃない。そうだね。ふうか。でもね、だからこそ私、みんなを絶対守りたい。本当は影時間だって普通に考えたらすっごい怖いことのはずでしょ。言われてみればだいぶ感覚麻痺してるわあるものだと受け入れてるからな。けど私たちはペルソナに目覚めて、今こうしてる。この先どうなるかなんてまだ何も決まってないわけだし、今のこの思いに正直でいたいの。そうだね。今の思いか。やっぱ優しいな、風花は。行くか、みんなで。うん。うん。うわ、なんかいいな。普段だとあの二人がね、そんなに絡んでこう一緒にいるイメージってそんなにないけど、こう本当鬼太郎と誰かっていうより、いろんな人がこう絆を感じるエピソードが出てきていいですね語彙力な。あ、そして前回の動画で紹介したやつ、ここにちゃんと飾ってあるんだ。いいな。お正月のアイテムとかもここに増えたりするのかな。じゃあ今日は何売ってるんだっけ。ああ、そうだ、宝石だ。今年最後の大盤振る舞い、選び抜いた宝石を大放出です。どうせ偽物だろう。ルビーが2個、9ワンダホー、オパール5個、99,000、高えよこれどうなんだろう。でも買っといた方がいいのかな。骨董品屋でね、強い武器とかアイテム交換するときどうせいるもんな。買っとくか。ルビーのセットも99,000で購入したと。まあ、ペルソナ作成たくさんしてお金もなくなってきてはいるんだけど、とはいえ買っておきたいよね。ん、次回不祥戦隊フェザーマン R 第45話勝利のホットココア、内輪もめの隙をついてマジロボを倒せ正義がやることかよああ面白い。みんな何やってんの。ふと忌まわしい気を思いが込み上げてくる時があるんだ。あの祖父、あの狂気、そしてあの実験、それらがなければ全ては平穏無事に動き続けていたんだな。過去を悔やんでも何も得られはしないが、それでもやはり。そうだね。まああまりみっちゃんの前では言いたくないけど、まあ全ての元凶だもんな。とうとう冬休みに入ったな。この冬休みが明けた時、俺たちはどうなっているのか。何にせよ後悔していないことを祈ろう。そうだね。じゃあよし、じゃあエリザベスを誘うか。まあ、お待ちしておりました。心待ちにしておりました。それではよろしくお願いいたします。来た。ここがあなたの住んでいる学生寮ですね。お、これはさすがに寮のメンバー合うんじゃないの、エリザベスに。どう、ちょっとまあね、酔っ払いとかがなんかすごい散らかしてるけど誰か片付けろよ。おお、部屋に来てる。ここがあなたの部屋。見慣れないものに囲まれておりますね。そう？うん。ところで、あなたの部屋に出かけたい、という私の依頼についてですが、なかなか大胆な依頼だよね。その、ご不審に思われませんでしたか？そういうの気にするんだ、エリザベス。正直思った。実は、折り入ってお話ししたいことが。ちょっとエリザベス勘弁してくれよ。こっちにはもう彼女が3人もいるんだどの口が言ってる。おお、距離。こちらの世界を探訪して私は多くのものに触れました。距離近いな。なんかこう自然とベッドに座るっていうのがもう鬼太郎がなんかやり手だよね
何もかもが忘れられない思い出。ほう。きらめく宝珠のようでございます。俺も毎回爆笑させてもらってるわ。いつもありがとう。にぎわう街並みを歩いたり、食を楽しんだり、神社で無邪気に過ごして、あなたの学校にも行って、うん、そして私気がついたのでございます。私は無意識に依頼の回を追うごとに、よりあなたに近しい場所を指定しておりました。確かに最初がポロニアモールだったっけ。でその後長泣き神社とか行って、で学校に来て、そしてとうとう部屋まで来てるもんね。ですから本日はこちらの世界で最も深くあなたを知りうる場所、あなたの部屋に出かけたいと依頼させていただいた次第でございます。なるほど。失礼いたします。ん、何？ん、覚えておいてでしょうか。ちょっと待って、以前学校を案内していただいた。大丈夫、絶対見つかるんだよ彼女たちに。あなたに触れた私が充実を感じると申し上げたこと、言ってたっけ。うん、正直覚えていないな。ごめんって。私にとってああいった心境の変化は初めてのことでございました。どうして私は充実を感じたのか、うん、私こちらを訪れてようやくその疑問の答えにたどり着きました。ほう。答えは実感だと存じます。実感。ベルベットルームの住人である者が心待ちにするのは客人、その訪れだけが外界との接点であり、私どもに意義を与える。確かに客人いなかったらイゴールさんとずっとあの部屋で二人っきりだもんね。それは息がつま…ゲフンゲフン。こうしてあなたに触れることで私はそれを得るのでございます。うん、よく、まあでもなんとなくわかった。いっそありていに申し上げます。ありてい。私世間知らずゆえに、いろいろと頓拠なこともあったかとは存じますが、うん、だいぶ頓拠だったよ。さすがに私でも、お？殿方の資質に上がり込む意味くらいは存じております。お、大丈夫？昼間からねえ、大丈夫？もしあなたさえよろしければ、あなたさえよろしければお手引きをいただきたいのです。お手引き。うん、え、もうバカ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 、断る理由がないだろ。わかった、ありがとうございます。ん？エリザベスと二人きりで過ごした。おい、やってんなアトラス。おい、とうとう初めてこちらの世界に来た頃とは、とうとうだよ。まるで別人になった自分がいる気がいたします。昼間からもう堂々と、しかも彼女たちが住んでいる同じ寮の中で、とんでもねえゲームだな。これ以上こちらに留まっては己の本来の役割を忘れてしまいそう。そうだよ、イゴールさんブチ切れるよ。ですがそれはあなたにとっても不利益ですから、こちらの世界を巡り歩くのは、これを最後にさせていただきたいと存じます。寂しい。私の好奇心に最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。本当に。それでは名残惜しいですが参りましょう。いや、もうちょっとただただびっくりしてます。何やってんだお前ら。エリザベスとベルベットルームに向かった。しかも明確にエリザベスから昼間に誘ってほしいって言ってたんだけど、どう考えたって夜だろやってること。先ほどありがとうございました。改めましてご用件をお伺いします。うん、依頼について。私からのお願いです。じゃあこれクリアしちゃったね。もうこれで終わり。素晴らしい。あなたの部屋へのご案内、本当にありがとうございました。最後までお付き合いくださったお礼に、特別なものをご用意いたしました。これがあれば、お、え、審判ルシファーを合体で作り出すことが可能となります。比類なき力を持つ大魔王、本来なら常人には届かぬ高みの存在ですが、楽しみにしております。その高みまでたどり着けるでしょう。
私は下から見ているだけの存在なのかもしれません。ですが私、あなたがどれほどの高みにいようと、あなたの元へと向かう心づもりでございます。そのための困難などを超えていけると、そう信じております。そちらの世界の担保依頼はこれをもちまして全て終了でございます。感謝いたします。今まで誠にありがとうございました。魔王の角、すげー、ルシファー。あ、本当に終わっちゃった。俺ナンバー9をまだクリアしてないってどういうこと？あ、そうだ、兜も持ってこないと、斧からもらわないと忘れてた。じゃあちょっとルシファー見てみる。まあさすがにまだ作れないよね。レベル今回73ぐらいまでしか上げてないし。ようこそベルベットルームへ。よくそんな今まで通りのテンションで話せるな。合体。特別なペルソナをご所望ですな。いたいた、ルシファー。うわ、かっこいい。弱点内の強いよね。メギドラゴン、ランダマイザー、ブレイブザッパーやりたい放題じゃん。あ、ちなみにね、アリスも作りました。かわいいね、死んでくれるって。よし、じゃあ。ということで、久しぶりにじいちゃんのところに来てみました。うん。過ごすと。どこまで話をしてたか、マジで思い出せないな。あ、久しぶり。今忘れてなかったね。今ちょっとあれ、ん、あれ、誰だっけって思ってない。半年ぶりぐらいだからな、来るの。久しぶりに来たのに修羅場。一体何があった？心配せんでいい。お母さん嬉しくて泣いとるんじゃ。半年ぶりに来たから。乙女チックで感動屋さんなんじゃよ。昔から変わりやすい。かわいい。息子が受け持ってたクラスの卒業生さんらが集まってくれてな。亡くなった息子さんね。柿の木のことで署名を集めてくれとるらしいんじゃ。へえ。柿の木は死んだ先生との思い出だって。だから切らないでくれって。いや、この気持ちが嬉しいよね。ね、結果はどうあれ。木が思い出。お前そんなこと言うな。人の心ないんか。それはよかった。息子の葬式もそうじゃった。皆さんで来てくれての。慕われてる先生だったんだね。あれからもう何年も経ってるってのに、まだ息子のこと覚えてくれてたんじゃの。皆さん、息子のためお忙しいのにありがたくて。お前さんなんじゃろ、皆さんに呼びかけてくれたの。あ、まあ、そう、俺、やべ、覚えてねえ。そうだっけ。いや、そうだよね。何のことだよね。呼びかけたっけ。何も言うな。わしらの仲じゃないか。謙遜なんてしなさんな。本当に覚えてないだけなんだけど。あんたは侍じゃ。はい。現代版の侍じゃ。はあ。柿の木討伐反対の署名運動を起こしたと思われているような。あ、そうだよね。起こしてないよね。とても感謝された。いや、ちゃんと明確に断っとかないと。本当に署名運動をやってくれた人の手柄を奪っちゃうことになっちゃう。もうランク7。卒業して大人になってもわしらのこと忘れんでくれな。それはもちろん。いつかお前さんと一緒に酒飲みに行きたいの。いや、マジで行きたいな。ちょっと今ちょっとリアクションが難しいけど、本当に行きたい。でも今はこれで我慢な。何くれるの？あ、出た、四ツ谷サイダー。シンプル美味しそう。またの。寮に戻ることにしたと。いや、でも鳳凰の込みもあっという間にランクマックスいっちゃいそうだよね。問題は夜よ。夜やることがない。大晦日まであと4日。最初はどんな気持ちで大晦日を迎えるんだろうって不安だった。もしかしたら怖さで頭が変になっちゃうんじゃないかって。でも全然違った。みんながいてくれたから。怖くてすごく不安で
全然逆だけど。でも私、なんだかすごく幸せな気持ちです。いやー、いい話だ。何してんの？恐怖は危険を回避するための感情だって前読んだ本に書いてあったの。でもね、怖いからって逃げてばかりじゃ何も変わらないと思うんだ。怖さと向き合うことでその時その場所に生きる道ができる。もう決めたよ。なんか本当にすごい、みんな成長するねいやー嬉しいよ本当。自分の命まで放り出して俺を助けてくれた人がいたわけよ。それで滅びを受け入れますだとか、その人のことを忘れますだとか、そんなの死んでもごめんだぜ。かっこいい。ジュンペ何？みんななんか今日パンチラインを目指す、なんか残す回など、めちゃくちゃ名言しか言わないじゃん。もうケンちゃんはそうだよね、新たな力ないよね。クロマルと散歩でも行くか。お、ジュンペ行ってくれるんだ。行こう行こう。の怪我はくれよ。そしたらコロマルが寒いだろ、いい加減にしろ。あ、どっか行っちゃった。お前の答え決まったか？ほうの昔に決まってるよ。ああ、別に言わなくていいぜ。ただそろそろだなってだけの話でさ。昼間風花に会ってさ。うん。強えよなあいつ。つか強くなったんかな。なんつうか。背中を押された感じ。やっぱ女は強しってね。ん？かわいい。俺もってか。これもちょっと視聴者さんのコメントにあったんですけど、コロマルだけペルソナがね進化しないんですよ。それは最初からコロマルの中には迷いなんて何一つないからみたいなコメントがあって、なるほどなと思ってさ。みんなね悩みを抱えながら成長していくけど、コロマルは最初からもうずっと筋が通ってるみたいなね。まあだからコロマルのペルソナ最初から強いんだよな。安心しろよ、お前の男気はみんなが認めてるって、うん、てかまた変なもん加えてんな。どれ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 、マジックインセンス、これなんかランダムみたいですね。なんかリセマラとかやろうと思えばできるんだろうね。効率悪すぎるけど。おお、これはよくわかんねえからお前にパス。うん、正解。そんじゃあったかい寮に帰りますか。そうだね、12月だもんな、寒いよ。12月28日と月曜日か。お、誰からも連絡も来ない、メールもない、何しよう。あ、やばい、なんかコミもないえそんなことある？本屋も行けないし。え、ちょっと、ま、マジでやることねえぞこれ。ん？クリスマス、笑顔があふれる街の裏に業界の熾烈な生き残り競争がある。そしてこの日、街の小さなおもちゃ工場から50年続いた明かりが消えた。なんて気になるんだ。50年続いたのに、影人間のせいなのかな。アイギスのことなら心配には及ばない。大切な仲間として善処しているよ。そうだな、アイギスも早く戻ってきてほしいよな。クラスのみんなはのんびりしてるだろうな。こたつでみかんとかすっごく普通の冬休みを過ごしてて、そう考えると普通ってのもそれなりに幸せなのかもしれませんね。そうだね、残り3日。不安も怖さも消えてないけど、不思議と気持ちは落ち着いてるの。きっとこうしてみんなと一緒にいるからだよね。そうだね。ねえねえ、ここ最近さ、みんなの顔つきとか微妙に変わってきてない？こうなんか掴んだぞーって感じ。そうかな。隣のやつはずっとゲームしてるよ。また君は鈍いこと言って、しかもしれっとした顔でさ。涼二君への答えだって決まったんだかどうだか。そっか、まだみんなに言ってないんだな。え、ちょっとマジで何しよう。ジュース集めたわ。おや、自販機の飲み物を集められたご様子、いただいてもよろしいですか？どうしよっかな。いいよ。うっとうしい。まあこんなにたくさん、ただ飲むだけではもったいないですね。今夜は勤労者が労働後に行うと噂の飲み会を開催いたしましょうか。最高じゃん。みんな呼んでいい？
それではこれが、あ、え、あれ本当に、え、メディア、まあ、そうだよね、ナンバー9だもんな。依頼を受けていただけますか。お、ワイルドダックバーガーの大食いチャレンジ、やるやる。世の中には大食いと呼ばれる方がしのぎを削り合う催しがあるそうですね。言い方よ。それは岩戸台商店街のハンバーガー屋でも開催されているのだとか。残念です。私もその催しに参加したく思うのですが、長くの間ここを離れるわけにはいかず、まあ学校行ったり北郎の部屋には来てるけどな。ですから私の代わりに大食いに挑戦してくださいませんか。では何とぞ。じゃあやることないし、それで大食い行ってくるか。あれ、これもしかして何度かバーガーセット食べないと大食い選手権挑戦できないとかかな。まあいいや、一回やってみよう。うん、注文。言われてみれば俺初めてここ食べに来るかも。あ、びっくりした。今なんかテーブルのさ、足がさ、鬼太郎の足に見えてさ、めちゃくちゃ内股じゃんと思って見てた。内股に見える。湿ったダックポテトと一緒に謎に包まれたバーガーを食べきった。吐き出してください。大丈夫、ここ食品衛生管理ちゃんとできてる。これ湿ってるぞ、ポテト。で、大食いチャレンジね、大食いチャレンジ、うん。これ何回か通わないといけないのかな。おかえりなさい。あ、ただいま。ついに大晦日まであと3日だね。りょうじくんに伝える答え、もう決まった？まだ決まってないね。お、これケンちゃんからのリンクエピソードっぽいな。やろうやろう。ニュース番組と、今から少しいいですか。お忙しいのにすみません。寮の4階で待ってます。行こう行こう、あまたのところへ行こう。いいよ。メール見てくれましたか。お願いがあって。すごすっと。ありがとうございます。それじゃあ屋上に。すみません、わざわざ来てもらって。なんてシュールな絵だ。うん、正直寒い。ケンちゃんも半ズボン寒くない。ずっと言おうと思ってたけど。すみません、でも部屋だと下に響いちゃうからすぐ済みます。今日は僕と勝負してください。今ここで。なんか普通に俺はアリスとか使うけど大丈夫。死んでくれるとかやっちゃうけど大丈夫かな。今度の相手は先輩の中にいたって言ってましたよね。うん、だったら先輩と手合わせすれば僕がどれくらいやれるかわかるかもと思って。なるほど、一理ある。母さんの仇を取るために隠れてずっと特訓してました。一人で槍を振ってる時だけは辛いことを忘れられたから。うん、でも今は違います。僕は生きるためにこの力を使いたい。おお、自分自身のためにってこと。あとは僕がやるって言っちゃったし、うん、僕が勝手にした約束ですけど、とにかく先輩に今の僕を見てほしいんです。もちろん怪我したら元も子もないので僕はこれを使いますね。ん、どれ。先輩はこれを。ん、あ、そういうことか。え、でも全然いらないよ、アリス使うし。アリス連発するし死んでくれるよ。うん、お手柔らかに。なんかやけに短いものだなと思ったら。ありがとうございます。ちょっとケンちゃん、これさ、リーチの差がだいぶ、なんかだいぶこっち不利じゃない？ねえ、やってんな、やってんな、ケンちゃん。じゃあ本気でお願いします。うん、じゃないと意味がないですから。シュール。お、勝った。ここって星がよく見えるな。スポコン漫画かよ。殴り合ってなんか河原でお互い空見上げながら、お前強えなじゃないのよ。やっぱり先輩はすごいや。やってんな。ん、乾杯です。自分の実力がよくわかりました。うん、気はすんだ。はい、精一杯やりました。こんなに差があるなんてやっぱり悔しいですけど、これから先輩がどんな答えを出すかは分かりません。うん、でも
もしまだ時間があるならできるだけ鍛えてみたいと思います。だからまた挑戦させてもらえますか。うん、もちろんね。いつでもまだわからない。10年早い、鬼太郎なら言いそうだな。その通りかも。でもあまり時間がないですね。10年分修行するつもりでやります。僕はここが好きです。この寮に来てからたくさん思い出ができました。よかった。楽しいことも辛いことも、生きるってそれを全部持って前に進むことのような気がする。小学生なのにもう考えが深い。まあでもできるだけ楽しいことだけして生きていきたいけどね。本当にそうもいかないんだよな。僕には帰る場所がないなんて思ってたけど、それは誰かに用意してもらうものじゃない。僕が前に進むための場所が僕の帰る場所になるんですね。うん。ここへ帰ってこられるように戦うことは新垣さんの言葉に応えることだって信じてます。寮の人たちみんないろんな理由でここにいるんですよね。だったら僕も頑張らなきゃ。うん。先輩や皆さんが僕にそう気づかせてくれたから。かわいい。多分今のくしゃみ世界一かわいいよ。夜の屋上は好きなんですけど、12月はやっぱり冷えますね。うん、次回から長ズボンでおいで。中でもう少しお話いいですか。うん。今日の反省点とか忘れないうちにまとめたいし。真面目だな。あ、そうだ、ついでにハンバーグに会ってってください。あ、毎回一瞬何言ってんだこいつって思うけど。そうだったね、ハムスターだったね。冬になったせいか、毛がふわふわになって可愛くて。見たい。天田の部屋でしばらく話した後、部屋に戻った。天田のまっすぐな思いに感化された。SP が3上がった。いや、リンクエピソードはマジでどれもこうキャラの掘り下げがねすごくて、どん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 愛着湧いてくるよね。よし、じゃあ切りもいいし、今日はここまでにしておこっかな。いよいよ次回だね。大晦日の決断、約束の日だね。うん。まあ僕の中ではもう答えは、当の昔に決まっているので、ぜひ皆さん一緒に見ていただけたらなと思います。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。